あつ。お茶。朝霞市です。こんばんは。お元気ですか。朝霞市でございます。本日。三月。三十一日。水曜日。今日は六六マルトライブ。 十八時半から出ます。から元気です。そうなんですか。<laughs> 一応長袖を持ってきております。なんかこの長袖と半袖の間みたいな。 あれ今週も出るんだだってあれあれまー、あ、ちゃんまー、あ、ちゃんの書いてっけあれ私言ったっけあれ終わっちゃったもしかしてうそ水曜日だと毎回出るっていう <laughs> 気分になっちゃってんだけど泣いた 終わっちゃってるじゃんあれ私ツイートしたのにもう自分でも忘れてるんだお前パッチリだってえっ、ー、すごい音したんだけどやばいじゃあ今日は本当に家事はここ,こだけしか見れないわ 家事ここでしか見れないやつだお部屋の片付けがしたいパソコン,ソコンを使っていく 情報収集していく今日久しぶりの朝火事なのでね暗いねなんかいいかごめんめちゃ暗い朝だいぶ明るい確かにね明るいねもうねそうなんだよね 気がいいって。いや、ほんとですか <laughs> そういうのあるのかなパツン風って。ああ、そうなんですよ。何もしないとこういう髪の毛をしています。ワックスとかつけないとね、こんな感じなの。<laughs> キノコっぽいでしょ。うん。配信聞きながら出勤になって、じゃあ今日の天気予報をみんなに教えてあげる。 天気は。東京。これ東京じゃない。どここれ。 天気。東京。えーっと。晴れ。めっちゃ晴れです。六時。今ですね。今はち、今よりもちょっと後。十七度ぐらいです。そう湿度がね。五十パーセントぐらいで、ちょっと高めですけども。高めでもないか。 そして12時になったら20度まで上がります。わおめちゃめちゃ、めちゃめちゃ高。<laughs> 高いね。暑いですからね、今日も。そして夜はね、16度までね、ぐっと下がりますので。花粉がやや多いと。明日がめちゃめちゃ花粉が多いので気をつけてね。そっからの天気。 えー、雨の予報は今のところあ明日か明日の天気は雨はなさそうですね明日の方がちょっと寒くなるのかなそして週間の天気を言いますと、まあ、金曜日ね曇りがちょっと出てきましてで土曜日4月3日にまた晴天になります4月4日また曇りが出てきてしまい4月5日月曜日にはちょっと雨が降ってしまうと。 なるほどまあもうここら辺はもう暑いぐらい暑い夏日夏日が続きます4月6日曇り雨が終わってからちょっと気温が下がりますねそんな感じですねそれでは続いて千葉の天気に行きたいと思います千葉千葉の 火事んとこ、火事んとこ、千葉県。火事んとこの千葉県はですね、もうほぼ同じです。一緒。もう全部一緒。ちょっと、千葉の方が暖かいかなぐらいです。ちなみに、明日は曇っちゃう、ちょっと。うん。全部一緒。全部一緒です。 大阪、試してみる。ちょっと遠くに行ってみましょう。大阪、あ一緒。大阪一緒です。大阪も一緒。あただ花粉がめっちゃ多いです。大阪はめっちゃ多い。大阪は花粉が多いよから気をつけてくださいね。明日 明日も一緒だ一緒一緒だ一緒だねあでも4月4日4月5日は雨です日曜日月曜日雨そこちょっと気をつけてね感じじゃない今日は傘いらないということですね北海道は 北海道うわあ、北海道は寒いです5度寒い本当に北海道って寒いね5度だ、まあ、北海道にとって暖かいのかもしれないんだけどね私たちが20度なのでやっぱちょっと改めて寒いなと私は感じてしまいます うん、最低気温いや普通の気温が5度ですね海上寒いですそんなあちこち一緒なことある確かに一緒だったよ <laughs> 神奈川県はだから多分一緒 <laughs> ですね明日も最高気温10度11度ということで 高いのかな北海道にとってはただね4月3日4月4日で雨が降ります気をつけてください北海道じゃあ次沖縄さあ沖縄はどうなる沖縄ですねなんと 今日は雨です。マジ。二十四度。暑い。暑いね。雷がちょっと。なるかもっていう。感じ。明日は雨ですね。めっちゃ雨です。明日も湿度も百パです。雨ですね。すごい雨降りますね。あー。 金曜日に曇りで、まあ、雨は上がると土曜日からは晴れが晴れになるのかなっていう感じになってますね雨がすごいから気をつけてねっていう感じかなるほどね雨だ沖縄が雨になります気をつけてくださいねそっか沖縄にはもう雨が到着しているっていう感じなのかなえ皆さん花粉もそうですけども 日差しもあるかもしれないのでねちょっと一体この温度に寄り添って生活していきましょうどかなカジカジウェザーニュースでしたどうですかカジカジウェザーニュース えー、続いて毎日聞きたいなんてほんとえー、っと「カジカジユーザーニュース」の次は「カジカジニュース」えー、今日も楽しいニュースを私は届けていきたいと思いますはいえー、まずはどれがいい <laughs> 楽しいニュースがいいと思うんだけど、まあ、トップヤフーニューストップだとねえー、森奈々さんがドゾマリンで始球式森奈々ちゃんの髪の毛と家事の髪の毛が似てる件について話していきましょういや森奈々ちゃんがね髪の毛を切ったんですよ、えー、アカデミー賞の時に。 まあ、多分次のお仕事だろうなと思っているんですが、もう私の髪の毛にちょっと似てるっていう。マジで怒られるわ、これ言ったら。もう本当に怒られちゃいますわ。すいませんでした。ただ私はアカデミー賞見た時に、お歌詞似るてるママに言ったらね、髪がね、髪がね、すごい強調されました。 可愛いですよね森七菜ちゃんマジでかわいそれでは続いて続いていきたいと思いますおじゃあエンタメにしようかなスポーツもあるんだけど昨日パパが阪神負けたって言ってました嘘野球だよね 私その見ていなくてそこちょっと分かってないんですけど皆さんの方が詳しかったりするのかなね会社のんに寄せてきちゃって謝罪してください言うて本当にごめんなさい。 TOKIO の永瀬さん事務所に別れって書いてあるんですけど私のトップはそれですもうえ事務所をお辞めになられるんですっけあらら泣くなハラちゃん見てましたえっ <laughs> ちょうすびっくりするぐらい薄かった今 <laughs> やばいやばいもっとあるじゃんもっとあるじゃん ラッシュ村見てました今日でなんだなんか時代は変わりますねうんと世代は私たちの小学校中高ぐらいにトップで輝いてた方といえばスマップさんだったりするので世代は変わります今は若い子たちは誰誰をわあってなってるのかな アニメななんじゃないやっぱりそんな気がする私たちの時代はめっちゃアイドルって感じだったのうんアイドルみんな好きみたいな男性も女性もアイドルさんがすごいたくさん表に出られた時代だったからうんテレビ見つけてもアイドルさんいっぱい出てた でも今の小学校とか中学校の形ってアニメなんじゃないだからそうやっぱ世代変わってないってすごい思うアニメ私たちの世代はアニメよりもアイドルさんとかの方がファンの方いたかな <laughs> 初めまして久しぶりのねどっちどっちどっち <laughs> どっちえ来てくれたことあるよね <laughs>、えっと 初めてじゃなかった俺の家の話最後びっくりしましたってえ見てないんだがうわってやっぱそれ見るべきだったかななんかねみんな見せこれちゃってしまったんだよね <laughs> 昔もアニメやったがってえっとね何て言えばいいのかなこう流行りですね流行りはもちろんアニメをが好きな子もいたよだし私もアニメ好きだったんだけど そうじゃなくてこう主に流行りとしてめちゃめちゃ AKB だったり少女時代からとか嵐とかめっちゃ流行ってた時代なの私が小中学校ぐらいの時だから今じゃ何流行ってるって聞いたら多分「鬼滅の刃」とかそうねヒロアカ」とかになるのかなって。 主なそうねそうクラスの話題的なね私たちはやってそういう話してたけど今だってアイドルさんって言ったら20とかなのかな20とかなんかね嵐さんもね今は活動を休止されてますし女の子だと、まあ、20。 乃木坂さんとかも、もちろんめちゃめちゃ人気いたけど、国民的鬼滅って感じのイメージが今はあるからね。鬼滅の前に国民的に流行ってたアニメって何だろうって。国民的ってむずいね。まあ、でも、進撃の巨人は、まあ、すごい流行ってるなっていうイメージあったけど、なんかね、 鬼滅が来てからもう「鬼滅って感じだよねうん自分の時代は光る源氏ンだってえー、そうなんだみんなののクラスの話題は何だったんだろううん気になるな天気の子っておー 全然全世界僕は君を探し始めたよなんだっけあれ君の名はか君の名はもう流行ってたな私の時の国民的はドラと口ク,クレシンじゃないクレシンドラってドラえもんクレシンやばい全然私疎いもしかしてやばいスマップさん KinKiKids さん,キキキん V6 さんと俺が小学生の頃はジャニーズさんだけたくさんいてああそうなんだへえすごいわーって出てられてたんですねガラスの10代違うだったあ違ったクレ,シンあークレヨンしんちゃんねなるほど勉強だけしたか特になかったような あ勉強いいなかっこいいなうちもそう言って言いたかったパパはめっちゃ渋書きだ渋書きたいって言ってる世代によってクレシンってクレヨンしんちゃんかやば分からなかったピーピー新海誠さんフィーバーからの鬼滅なるほどね なるほどね。すごい、もうこれしっくりきた。確かに、新海誠さん、めっちゃすごかったもんね。その時代も来て、そっから、バッと鬼滅が来た感じなのかな。そうなんだね。なるほどね。そういうことか。なるほど。わーお。すごいわかりやすい例えっ気がしました。 ね、アニメは確かに今の勢いがすごいということで次は「呪術廻戦」はもう流行ってるからその次か何来るかだね皆さん注,注目のアニメとか家事に早めに教えてくださいね流行りに乗れないからちなみに私がずっと好きだったオストマッチさん最終回を迎えましてですね最終回はですね日常っぽい感じのお話が。 最後に来るという結構意外な展開になってましたえっと今おすまじさんは3期を迎えたんですけど1期2期と両方とも爆発みたいな感じで終わったんですよバコーンみたいな感じでそうそう 3, 3期もまたきっと爆発があるんだろうなと思いましたそしたらね穏やかに終わったので皆さんぜひ見てみてください,いめっちゃ面白かったねうんチェンソーマン来た これは、ね、ゆりちゃんがね、そうそうそう教えてくれました。来るよね、チェンソーマンね。もう,もう、家事絶対見たい、アニメ来るから。アニメ現代史学べる配信だって。そうだね、流行りをもっとみんなと一緒に共有していかないと、家事遅れちゃうからさ。家事遅れちゃうのよ、いつも。流行りというか、本当に疎くて、びっくりするくらい。そうなの。やばいです。 ガンダムでブライトさんの息子が息子の話がゴールデンウィークのロードショーだってマジわおわおブライトさんの息子なんかその話ちょっとどっか聞いたなあらちょっとグロいンチェーンソーマンってあそうなの私見れるかな 見れないかれないマッシュルあそうなんですか初めて聞いたちょっと面白そうな名前ですねマッスルの字だマッシュルとはわーおえーっと日本の漫画 「週刊少年ジャンプ」2020年9月より連載中ということでへえあち最近始まった連載ではあるんだが結構話題になっている感じですかね誰もが魔法を使いそして優劣が全てを決める魔法界人里離れた森の中で日々筋トレと鬼と化する少年マッシュの秘密は魔法が使えないことえっ その秘密を他人に知られたとき日常は一変。なんか魔法学校に入学しトップを目指すことに鍛え上げた筋力とパワーで全ての魔法を噴解する危ある魔法ファンタジー。ここに書いてえ。えー、大丈夫ちょっとびっくりしてるんだが。あらー、これ面白そう。<laughs> すごいね。 展開が真逆をゆいくんだ魔法を隠すんじゃなくて使えること魔法が使えないことを隠してパワーで勝つっていう世代は時代は回るね時代は回るんだやっぱこうね魔法が使えるお話じゃなくて次は魔法が使えない話になる。 これでの時代回っていきますね。めちゃめちゃ面白そうです。マッシュル、皆さんぜひご覧ください。面白そう。いいですね。こうやって話題をもっと皆さんと共有するの楽しそう、楽しそうかもしれないです。はいはいはい。なるほどね。バレとるけどあ、そうか、バレてからがちょっと大変なんだもんね。 そうだね確かにおドラゴン桜あー次の次のねドラマドラゴン桜あ今も Yahoo! ニュース一応見てますドラゴン桜楽しみ昔ドラゴン桜ってにあドラマやってたんですよね私見てないんですけどまあ 今期,もや今期から始まるということなので、ちょっと私結構楽しみにしてます。学園もの,のドラマが結構私好き、面白いなって思うことが多いので、久しぶりに学園物を見るから楽しみにしてます。そう、手地が出るのはわー、手地が出るから楽しみです。私はすごく、どんな、どんな番組かなっていう感じちょっとだけ。 ちょっとだけ予習してから見るべきな気がするのでそうねなんか見ようかなって思いますえー、っとおおア,アクセスランキングが結構あります、ね、えなこさんが一位だすごいなー CM めっちゃ見るしねやっぱり ミュージカへえー、なんか面白そうなこのニュースはいっぱいあるんだどう取りにしようっていうね <laughs> おおお「鬼滅の刃」の。 ニュースが多いな割とな高橋いかるさん清楚な全身ホワイトコーデに反響美人綺麗で美人で素敵高橋いかるさん可愛いですよね私レッドアイズ見てて出てたしバラエティ番組割と出てますよね昨日も見てたんですけどめっちゃ可愛かったなんか顔がすごく覚えやすい顔をされているからめっちゃ可愛いななて思って。 やっぱインスタグラムとかでネットニュースになってかっこいいなかっこいいなインスタグラムでネットニュースになってんだこれかっこいいかりちゃんかわいいみんな見てみてねえなこさんといえば家事やコスプレするのってしたーい私ねしたいのよコスプレめっちゃしたいんだけどガチのやつねしたいんだけどなんかないかな ドラゴン桜は予習しない方がいい説ええー、そうなのじゃあいいかな <laughs> いいかもしれないもしかしたらしなくてなんか急に声かれてきたんだけどどうしたんだろう <laughs> 声かれてるなんで急に声かれてたんだろうなんとということで犯になってしまった最後に占いをしていこう ちょっと若干皆さんにニュースをお伝えいたしましたけどもエンタメの目玉といえば見ちった確かにね。それはある。キッチです。イエーイ。完成。なんか急に声が枯れちゃったんですけど。キッチ。えー、皆さん、今日はラッキーアイテム、リコーダーです。ラッキーカラー、緑。皆さんぜひご覧ください。間違えた。持ち歩いてね。 声が枯れちゃってるんですけど急に来たねなんだろうこの声の彼は「やだなんか声枯れちゃったごめんな明した声出なかったら」なんか急に声出なくなっちゃったんですけど本当に皆さんぜひ今日も一日楽しく過ごしましょうね心配な声の枯れ方急に来ましたなんということでしょうはい いうことこで今日も一日楽しく過ごしていきましょうそれではお手を拝借せーの以上ですまたお会いしましょうバイバイこんな感じ朝の配信でしたまた会いましょうねバイバイ